ファルシオ様。みんな急いで創世の邪道へ行くわよ。もうこの忙しい時になんでそんなトロールキングなんか倒したらそんなものにね力たまるんですかね。しょうがない。こっから出れっかな。創世の邪道でしょ。聞こえますかなべ、私です、ファルシオンです。神秘のゴブレットを創世の魔力で満たすため、創世の邪道の奥に向かい、トロールキングを倒してきてください。トロールキングは創世の勢と通じる巨の山道と呼ばれる場所の中心あたりにの道に生息しているはずです。創世の巣の近くに住む彼らなら、その魔力を体内に溜め込んでいるはず、頼みましょうなべ。でもいいなぁ。じゃあね、サクサクと進みたいんじゃ。あ、一体でいいんかい。もうあれだよ。今回の今日のこの撮影でね、エンディング見る気でいるから、できれば4パート以内で終わらせたい。ちょっとセーブも変えとくか。おそらくこれがラストセーブになることだろう。
そしたら、流敵。流敵？流兵？はい、行こうぜ。ここだっけ。取ったぞ。そろそろ戻ってくる頃と思い、勇者アンルシアとあなたを待っていました。すでに神秘のゴブレットに創生の魔力が満ちているようですね。さすがは勇者と盟友。それではすぐに大魔王の残した結界を取り除くことにしましょう。それには勇者アンルシアとその盟友であるあなた、二人の協力が必要不可欠なのです。さあ、創生の魔力で満ちた神秘のゴブレットに向けて二人で強く念じてください。創生の力で生まれし者は創生の力にて無に帰るべしと。それで結界を破れるはずです。やりましょう。私たちが力を合わせればきっとできるわ。いいわね。あなたも一緒に念じて。創生の力で生まれし者は創生の力にて無に帰るべし。勇者アンルシアと盟友の名において我らの行く手を阻みし結界よ、今消え去らん。私たちはこれより悠久の回廊に入り大魔王の後を追います。奈落の門を目指す者はその途中で心の力を試されます。どうか気をつけて。うん、みんな行きましょう。今度こそ大魔王との決戦になるわ。よし、行くか。武器の認めって固定できないね。ラストダンジョンだ。まあ、薬はね、いっぱいあるんで、もう全力全開で一気に進みます。
ほら、いいでしょう。アバ様が乗っていいって言ってくれたんだね、アバ様。ああ、今日は特別じゃ。村の守り神亀様のお背中に乗せていただく日が来ようとは。長生きはするもんじゃのう。さあ、行くぞ。他の者たちも乗せてやらねば。はい、アバ様。さあ、兄ちゃんも乗って乗って。ほら、オイラの手に捕まって。ダメじゃ。え？こやつは乗せられん。どうして？それはな、こやつがわしらと同じ時間を生きているものではないからなのじゃ。だが案ずるな。この村でわしらと暮らしておれば、あるいはお前も。いろいろおかしいぞ。メニューも開けねえし。なんため、もしはこの村から旅立とうというのか。はい。なぜだ。何のために旅立つ。ここならばお前は何も悩むことなく、ずっと幸せに暮らしていけるんじゃぞ。悪いことは言わん。お前はここにずっといるんじゃ。他のことなどすべて忘れろ。いいな。いいえ。なんじゃと、お前はわしらを捨ててここから旅立つと本気で言ってるのか。お前たちはもういない。そうか。そこまで心を決めているというのかな。ならばもう何も言わん。お前の心はしかと受け止めたぞ。今のお前には何を置いてもやらねばならぬことがあるはずじゃ。それを果たしに行くがいい。何だったんだ今のは。ここは、そうか、みんなも同じもん見てたんだですよね。メギストリスのはずがない。どうやら僕らは別々の幻覚を見せられていたようですね。自分好みの幻覚を。アンルシアさんは？アンルシアがいない。拾んだ。いいな、お前らだけあのバイクルト発動して。
オッケー。相手にもならねえな。お。雑魚に構ってるよ、暇はねえんだよ。待て、あの、キューザー、あんまり武器属性がね、あまりよろしくない。あれ？アンルシアの剣が。もっと？勝利を目指して手加減はしないわ。食らいなさい。オッケー。なんかレアドル引いちゃった。アンルシアどこだ。あ？カジノ？スーパービップの特典としてこの部屋のカジノゲームが遊び放題、そしてコインも当たり放題。さらに現在お持ちのコインとは関係なく1万枚のスペシャルなコインをプレゼントいたします。おお。残念ながら
ルーレットとポーカーは現在調整中につきプレイできません。その分スロットマシンがすごいんです。じゃんじゃんバリバリ出ます、出します、出させます。さあさあ永遠に遊んでいってくださいね。ねえねえ、ドラクエの世界の歌詞の換金性ないの気づいて言ってる？じゃあ一回だけ。もうね、イレブンの時の匂いがするんだよな。あ、うん。うん、イレブンの時のあの匂いがするね。これ良くないやつだ。おお、なるほどね。1.5 倍、なるほど。いいわ。入っていい？はい。いいよ。あ、違った。はい。夏川鍋様です。これだけの誘惑に負けないなんて、私もかなり頑張ったんですけど、あなたの持ってる心の力が本当に強いものであることが確認できました。この先進むことを許可します。でも気をつけて、次に待っているのは。お。ワンチャンこいつだけ取り残されてる可能性あったな。また幻覚ですか。この役立たずっぷり少し好きですよ。いいのかよ。あ、まあそっか、そういうとこか。やっぱり幻覚だったの。素敵なケキちゃんだったのに。君もか。戦闘だな。相手に手は行くぞ。せーの。ならねえな。おごう。
アンルシアどこだ。今度はもしかしてアヌシア、お前が一番迷ってるんか。いらっしゃい。ちょうどあなたに会いたいと思っていたところなの。ちょっと場所を変えていいかしら。テラスに出て風に当たりながら話しましょう。